だから油断してはいけないと言いましたのに。ケッちゃん、騙されているとも知らずスパイを招き入れてしまいました。状況判断を誤り正しい認識ができませんでした。偵察用人形失格であります。ゲッちゃんはもう偵察用人形じゃありませんよ。ですが、だってあの時撃てなかったでしょ。それは、ゲッちゃんは正しい判断をした、そう思います。警察から返却されたものがあるんです。お店から盗まれたものと勘違いしたようですが、これはあのお二人がもともと持っていたものみたいです。これは高等博覧会、見に来てくれるつもりだったようです。まだ審査の結果も出てないのに。この写真は自分ではありません。子供がいたのは本当だったみたいですね。確かにお二人はゲッちゃんを利用したかもしれません。だけど全てが嘘だったわけではないんじゃないですか。もし高等博覧会で歌ったらその歌は届くのでしょうか。そうですね、きっと届きますよ。